さあ、次はお前の番だ。お前をぶっ殺した後、その指全部中原に届けてやるぜ。気乗りしねえな。だと？殴る価値がねえ奴と喧嘩するのは好きじゃねえ。何一人で格好つけてんだ。だが、てめえみてえな奴をのさばらせておくのはもっと好きじゃねえ。ああ、来やがれこの下道。なんで、こんな奴が、沖縄に。大丈夫ですか、兄貴。お嬢。さっき。中原の親父さんな、お前がいなくなってすごく心配していたんだ。お前がな、本当の母親のとこに行っちゃったんじゃないかと思ってすごく寂しがっていたんだ。お前は中原と母親、
どっちと一緒にいたいんだ。何が娘よ、何が母親よ、バッカじゃないのあんたたち。何？私はね、この子のせいで人生めちゃくちゃになったのよ。生まれた時からいっつも邪魔だった。この雨、お嬢の前でなんてこと！うるさい！私に触らないで！そんなにその子が欲しいんなら、あんたにくれてやるわ！くそ、なんてほよえだ。実の子の目の前で。これじゃあ先があんまりにも。先なら大丈夫だ。スケッチブックの中身見たことないだろう。ああ見てみろ。いつも見守ってくれてありがとう。もう答えは出ていたんだ。サキはあんたの本当の娘なんだ。そうだろ、サキ。ありがとうな、サキ。